皆さんこんにちは、こんばんは。ベースメントクラブ TV ナビゲーターのチャーマーです。名古屋初パンクロック情報サイトベースメントクラブの管理人、あと DJ、 イベントのオーガナイザーなんかをしております。本日もここハックフィンで撮影をしております。いつもご協力ありがとうございます。さあ今回の配信ですが、第1弾がラフィンノーズ、第2弾がニューロティカときまして、今回第3弾はですね、なんとアナーキーでございます。ベースメントクラブ的に言うと、アナーキーがベースメントのイベントに出てもらえたっていうのは本当に念願かなったって感じなんですよね。なのでこの夏の20周年プラスワンのイベントのライブ映像を来れなかった人にもどうしても見ていただきたくって、事務所さんに掛け合ったところ心よく OK をいただきました。しかも出し惜しみなくフルステージでお届けしたいと思います。ただ皆さんに期待してもらってるか分かりませんけども、今回も突撃インタビューっていうのはちょっと東京名古屋ということで難しいので今回もありませんが、コメント VTR もちろんいただいておりますので、まずはそちらからご覧ください。アナーキーの皆さん、よろしくお願いします。ベースメントクラブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。せーの、アナーキーです。ベースメントクラブって言えばね、今年の8月、はい、名古屋のダイヤモンドホールでのイベント、はい、自分たちのツアー中だったからイベントに出るのが久々だったんだよね。1時間こうやって楽しかったね。たくさんパズってたからね。ああ超面白かった。おで今回はね、その映像があるっていうことで、ではそれでは VTR スタート。
おい、なんかパンクのイベントだぜ。パンクはあるけどロックはあるかい。へい、さあ生きてゴー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 。Yeah.
呼びなっての。はい、アナーキーのライブ、いかがでしたでしょうか。おい、名古屋はもちろん全国のライブハウスに行くので、みんな会いに来てちょんまげー。会いに来てねー。それでは、シャーマーにお渡ししまーす。お渡しじゃないじゃん。お渡し。お返し。あ、お返しか。いいんじゃねえか、これ。お渡し。はい、お返し。お返しか。お返し。はい。はい、アナーキーの皆さん、ありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうか。もちろんライブは最高だったんですが、どうしてもちょっと触れておきたいことがあるんですけど、赤い旗が映ってましたよね。僕はステージ脇からフロアを見ていて、あと他のお客さんからの聞いた話なんかもあるんですけど、アナーキー親衛隊の皆さんの振る舞いがすごく好感を持ててかっこよかったんですよね。当然このイベントはコロナ禍で開催したので、いろんな制約があったので余計そう感じました。アナーキー親衛隊の皆さん、本当にありがとうございました。しげるさん、しんいちさん、寺岡さん、小判さんとバックステージなんかで話す機会もあったんですけど、まあ緊張は強いられないって感じで、まあ、結構グイグイ行ったんですよね。まあ、だから、まあ、名古屋のチャーマー、名古屋のベースメントクラブっていうのはちゃんと覚えてもらえたかなと思っております。またイベントにも出てもらえたら嬉しいです。今後ともメンバーさん、事務所さん、よろしくお願いします。それでは今回は以上となります。次回第4弾も急いで制作しております。お楽しみに。チャンネル登録もお忘れなく。ではまた次回。口を揃えて言ってるぜ、バカとハサミは使いよう。